午後正午の日本ゲーム情報。さあこれもうわかりますよね皆さん。 F-15C 戦闘機短座型ですね。かっこいい。そしてね、外から見ていきましょう。こちら、じゃん、そう、航空自衛隊仕様。かっこいい。めちゃくちゃかっこいいな。午後正午、ついにね、航空自衛隊仕様の F-15 に乗ることになったと。なぜかね、ロスサントス出身なんですけど、航空自衛隊仕様の F-15 を手に入れたということです。めっちゃかっこいいな。おー、すごい、超かっこいい。これでキャノピーオープンしてみよう。おー、かっこいい、かっこいい、かっこいい。おー、いいっすね。じゃあキャノピーちょっと閉めてと。いいっすね。じゃあちょっと機内に戻って、さあじゃあ早速ね行きましょう。めちゃくちゃ観客の皆さんいますね。おお、すごい。ちょっとアップで見てみましょう。ほら、すごい動員数。ちょっと動いてて見づらいかもしれないんですけど、めちゃくちゃね動員してますね。このね、たくさんの観客の皆さんが今日午後正午のエアショー、航空ショー、これね見てくれてるんで、午後正午もね頑張っていきたいと思います。じゃあまず滑走路に出たいんだけど、ここのね会場で航空ショーをやるのは初めてなので。あ、ありましたありました。ここ道路ですね。道路というか誘導路、右折しますね。じゃあ午後正午の飛行機右折します。さあここ右折して、あれ、ちょっとね観客の皆さんが道塞いでる。これはねルール違反じゃないですか。なのでルール違反してるんで、ちょっとね踏み潰していきましょう。じゃあ通ります。失礼。あ、無事通れたかもしれない。踏み潰してないかもしれないですね。すごい、めちゃくちゃね観客の皆さんいますね。たくさんの観客の皆さんいるので、キャノピーを一度開けてね。かっこいいキャノピー。でかいな、やっぱり F-15 のキャノピーって。おお、せっかくね、遠くから来てるお客さんいらっしゃるんで、座ってちゃ申し訳ないんでね。立ち上がって、じゃあ皆さん、航空ショー午後正午行ってきます。
楽しんでください。今日さあこれでね皆さんへの挨拶完了したのでキャノピー閉めます。さあキャノピー閉まりました。航空ショーの目玉一回ね射出を見せておきますね。じゃあ射出空がね美しい。あ、キャノピー、おーかっこいい、キャノピーかっこいい。じゃあちょっと観客の皆さんの方向いてね、飛行機行っちゃったから午後正午飛行機追いかけます。さあじゃあフルスロットル、さあアフターバーナーも全開です。ふらつく前にちょっとね機種を上げて、さあでギア格納できたかな、できたできたできた。そしてここでね90度、いい感じですね。おーちょっとずれちゃったけど、次滑走路のね降りていきますね。さあ無事ここまで降りてきた。さあまたアフターバーナー全開で、ね、一気に加速して、かっこいい。じゃあね一旦ね観客の目の前をマッハ1を超える速度でね通過しますね。この辺から旋回をかけたい。じゃあここからね旋回かけます。さあ滑走路ありました。かなりねスピード速い。これね観客の皆さんもびっくりしちゃうかもしれない。さあいい感じいい感じいい感じ。さあここでロールも加えよう。おおいい感じいい感じ。これはね素晴らしい。じゃあねここでロールを見せましょう。4段階のね4段階ロールっていうんですかね。さあ観客の目の前に来たらちょっと失敗した。やばい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 、危ない。ちょっと失敗しましたけど一応形にはなった。さあもう一度挑戦。ちょっとね機種を上げて、まあこんな感じでしょう。地上から見たらねどう見えてるのかわかんないですけど、次ね超低空でコブラみたいなね技やってみようと思います。 F15 多分コブラ難しいと思うんですけど、やってみますね、できるかどうか。じゃあちょっと展開、かなりねスピード落ちたんで、じゃあ低空で侵入して、さあこのねギリギリで一気に機種上げをしたい。でフルスロットル、ここでね危ない危ない危ない、グッと上げて、さあコブラになったか、これは果たしてコブラになったか。ちょっとコブラは無理、パワーありすぎて純粋に登ってる登ってる、めっちゃパワーあるね。さあ
エンジン出力オフで真上に上昇。さあ失速している。ここからね回復。あ、切りもみ状態、切りもみ状態。ここからね回復したい。やばいやばい、ちょっと待った、切りもみ状態になった。これどうやって回復したらいいの。やばい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 。あ。さあ今日も航空ショーのお時間がやってまいりました。今日の航空ショーのパイロットは午後正午、ロスタントスで生まれ育った午後正午。海軍に入隊した後に全く戦闘機の操縦がわからない状況で FA-18 戦闘機に乗り込み、無事キャノピーと座席を破壊した人物です。そんな彼が激しいトレーニングを積んで今日はこの航空ショーに参戦です。彼の功績は凄まじく、米国防総省からもお墨付き。破天荒ぶりはアメリカ国内でも認められ、空母を撃沈したり味方の戦闘機の撃墜もお構いなし。そんな午後正午がついにやってきた。滑走路を走行する午後正午、今日乗っている機体は F-15J 戦闘機、日本の戦闘機です。日の丸が美しい。キャノピーを開ける姿も手慣れている。この余裕は他のパイロットには無理だ。午後正午ならではの技、今日はどんな飛行を見せてくれるのだろう。さあ皆さんの目の前をゆったりと動く。そしてラダーをチェックした後キャノピーを閉めた。まもなく出発か、午後正午。さあいよいよ出発と思われる。皆さん午後正午に注目してください。おっと射出だ、まさかの射出をした。午後正午は射出。F-15 は行ってしまった。午後正午は呆然。航空ショーにはこのようなトラブルはつきものだ。出力上がった、かっこいい。お、もう浮いた。さあ浮き上がりました。おー、かっこいい。低い、一気に上がった。かっこいいっすね。音がね超絶リアル。アフターバーナー点火しました。かっこいい。さあ次は何を見せてくれるか。低空のままね全速力で離れていきました。これはねおそらく超低空をねマッハで来てくれると。はいはい、おお超かっこいい。次は何を見せるか。おお、かっこいいかっこいいかっこいい。おお、いいっすね。次ね、おそらくコブラを見せようとしている。 F-15 でできないはずのコブラを見せようということで展開していきますね。展開能力もすごい。さあまたいった。エンジン出力パーシャル。おっと、これはすごい。出力がオフで、おー、これはすごい技だ。これはすごい。あまりね航空ショーで見られない技。いや、これは技というか切りもみってる、切りもみってる、切りもみってて、
ということでね、今回はね、航空ショーやってみました。やっぱりね、F-15 の航空自衛隊仕様かっこいいっすよね。この動画面白いと思ったらね、ぜひね、グッドボタン、あとね、たくさんコメントよろしくお願いします。午後正午、インスタグラム、ツイッターでも情報発信しているので、そちらもね、ぜひフォローよろしくお願いします。今回は F-15 の航空自衛隊仕様で航空ショーやってみるということで、無事ね、航空ショーを終えることができました。以上、日本ゲーム情報午後正午、ありがとうございます。